こんにちは、チョメです。今日は力のかけらの入手場所を一個ずつ紹介していこうと思っております。こちらはマイナスを押して Y を押したら、こうやって入手したやつは表示させることができます。私のやつと見比べて、どこにないのかっていうのを見てもらうと分かりやすいと思います。あと、南の村とか、ここ力のかけらの表示があるんですが、これミニチャレンジをクリアして入手するのもありますね。あと、こちら2つ。これはね、無の世界だったと思います。ちょっと記憶が曖昧なので、まあ、このような感じの説明になると思います。あとこちらはね、ストーリーだったと思います。ストーリークリアで5個もらえたりとかですね。で、こちらは普通に石の下にあったやつとかですね。だから上に登って入手するとかで。ここもなんかありました。だからまあこの場所に行ってちょっと近くをね、探してみてください。まあ、こんな感じでね、だから実際に行って見せることはないんですけど、この辺りにあるので、ちょっと探してみるとかですね。で、ここにもね、ありますね、二つ。これも無の世界だったと思いますね、二つ。なんか裂け目があって、それをクリアしたら入手できるみたいな感じですね。ここあって。で、ここのスムージー屋さんの砂漠のところ、これはね、鎧マンゴー研究所のマンゴー狩りを頑張ったら入手できるやつとかですかね。これは洞窟かな？もしかしたら裂け目があったのかもしれない。ちょっとこの辺りに行ってみてください。たまにミニチャレンジの時もありますので。あと、砂漠の右下のところにあります。これはね、送風機で吹き飛ばして砂のやつ通る感じですね。で、ここはストーリーだからもあると思いますね。で、あと、この左下の、ここのゲルドの街のこの2つに関してなんですけど、これミニチャレンジだったと思いますね。ミニチャレンジに関しては、このゲルドのメインストーリーをクリアした後に、まあ、受注できるとか、まあ、条件がありますので、これね、確かなんか枯れ草を運んで持って行ったりとかするやつだったと思いますね。あと、ま、この辺のところ、上のところか、洞窟の中じゃないと思うんですよね。多分上だったと思いますね。ちょっとアップで見たらちょっと上の方になってるんでね。まあ、この辺りをちょっと探してみるとかですね。あと、こちら。これは裂け目だったと思いますね、こちらも。で、これ皆さん最初初めて入手した人が多いんじゃないですか？あの矢印のところの草むらをシュッてやったら手に入るとか。あと、ここの動物のなんかところにも3つぐらいありますね。これ何だったかな？で、あと、こっちにも置いてあって、あと、ハイラル牧場はこれタイムのやつですね。だからタイムをクリアするとか、みたいな感じですね。こちらに関しては、ミニチャレンジで無の世界が出てきます。再生リストで、なんか、服の入手方法。普通のドレス。いつものドレスの入手方法っていう動画があるので、そちらの方の動画を見てもらえると OK です。まあ、受注場所に関しては、このハイラル城下町から、ちょっと受注して、クリアすると、こちらが入手できる形になっております。で、ここも一つある。あ、ここをちょっと、解説しておきますか。少しだけ。ちょっとポイントで。こちら、このような砂地みたいなところでピッピを出すと、掘ってから入手するとかもあります。それと、この力のかけらを探しているときに役に立つのが、こちらの力のベルって感じのやつですね。大王星に作ってもらった美しいベル。力のかけらが近くにあると知らせてくれる。これを装備して近くに行くと、ピロンピロンピロンってなってから教えてくれるとかですね。こちらの方に、大王星の祠があって、アクセサリーをある程度、レベルアップ、ルピーで持てるようにして、あと、メインストーリーも進めてたら、受注ができますね。そのような感じで。あと、こっちはあれですね、裂け目のところで、これはね、なんか、海中に沈んでた石みたいなのを、なんか、シンクしてあげて、これは普通に落ちてるやつとかですかね。で、この辺りにもあって、この辺りにも落ちてる。だいたい1個のやつは落ちてるっていうことが多いですね。ちょっとここの動物も気になるので、ちょっと行ってみますね。こちらはね、動物の中でね、入手ができます。で、続きやっていきますか。この上にもありますね。あと、この上のところか。で、こっちの3つに関しては、ミニチャレンジだと思いますね。ちょっと間違ってたらすいませんね。ミニチャレンジだと思う。あと、こっちは裂け目。で、こっちは、これもあの、穴掘るやつです。ピッティで穴を掘る。ここ。この辺りに、先ほどなんか、ピッティで穴掘った
やつみたいな感じのやつですね。あとこの右の上も、これもミニチャレンジだったと思いますね。2つだから。これもミニチャレンジかな。大体2つのやつはミニチャレンジが多いんですよね。で、ちょっと注意点があるんですよ。あの、コロンシティのところ、ここ4つあるんですけど、これもらった位置なんですよ。これ受注場所じゃないんですよ、こっちのやつ。これね、受注場所は、こっちのあたりにあります。ここにね、なんか受注場所があって、ここのやつをクリアすると、なんかここで報酬がもらえるから、ここに2つあるみたいな感じですね。だからここ4つあるんだけど、なんで、見つからないっていう人は、このあたりのやつのミニチャレンジを受けてみてください。あとはまあ左上にあるやつと、あとメインストーリーをまあクリアしたらあるやつか。これはね、普通に落ち、なここにあるんですけど、ユカビュンとかで頑張って行った記憶がありますね。で、あと、こっちの方の森とかです。これ下から上がっていってもいいのかな？糸チュラとかで、シュッて上がっていったりとか。まあ、この辺りにあるということでね。であとは、ここの、これは動物の外かな？中かな？まあ、ここにも一応力のね、かけらがあるということで。で、あとこっちにもあって、ここにもあると。他は、この中か。ここにもあるんですけど、この辺り、何だったかな？思い出しました。この風緑みたいなやつをシンクでのけて、下の階段の宝箱の中でした。こちらの力のかけらに関しては、ミニチャレンジになりますね。ミニチャレンジをクリアしていくと、もらえます。それと、こっちの3つに関しては、この辺りにどんぐり拾いっていうのがあると思うので、早くゴールしたらもらえたと思いますね。まあ要するにどんぐり拾いっていうのをちょっとやってみてください。で、これは普通にクリアしたやつで、あと上のやつとかですね。まあ要するに、この私のね、このマップに表示されてるやつのね、場所に自分のところがこれ表示されてなかったらちょっと近くに行ってみるって感じでね、いいと思いますよ。多分わかると思うんでね。で、こっちも裂け目でさっき紹介して、こっちが岩でしょ？で、こっちも普通に落ちてるところですね、ここがね。あと、右下は後でやっていきますね。ちょっと上の方に行って。ちょっと今回紹介っていうか、紹介できないっていうか、忘れてるところもあるかもしれないから、それはちょっとご了承ください。この辺も落ちてるやつですね。で、ここも右上のところか。ここの洞窟の中にもありますね。このスイッチのやつですね。謎解きですね。ここにもあって。まあ、石をのけたりとか、まあ、そういうのもありますからね。石の下にあったりとか、そういうのもありますね。ここに限られる。これが境界の無ですね。無の世界のあって、ここは上の方か。ちょっと左の方。これね、確か、裂け目だと思うんだよね、これも。人参の無かな、これは。人参の無理をやって、まあ、左のやつはもう紹介したから、こっちも紹介した。で、ここは、ここにあります、普通に。で、こっち、なんか洞窟のところにあるみたいな感じですけど、違います。洞窟の上にありました。メガドンとかで上がっていくとか。あと、ここにも力のかけらがあって、これ上から落ちたりとかできないときは、下から上がれば OK ですからね。これ上から落ちても、なんか雲でシューンってなったりとか、ここから、スムージー屋さんの右のところから、こう、糸チュラとかで登っていけば OK ですからね。なんか糸チュラ垂らして上に上がるとか、シンクさしてとか。これ道中にあって、これはメインストーリーだと思います。5だからね。この2のやつは、ミニチャレンジだったかな。すいませんね。なんかこんな感じで。だから、ここにね、2つあるんですけど、受注場所はちょっと違うって可能性もありますからね。だからちょっと近くを探してみるとか、ね、そういうのもしてみてくださいね。ちょっとここ記憶がないな、でも。2つ。裂け目だったかな。あ、スタンプ台の裂け目だ。これ、ミニチャレンジじゃないですね。思い出しました、こう。なんか、スタンプ台が解放される裂け目がありますね。なんか、裂け目クリアすれば OK です。まあ、要するに裂け目かミニチャレンジっていうのもあるってことです。あと、こっちにもあります。これ、なんか、動物内にあったのかな？ここも2つありますね、普通に。で、こっちは3つ。これはね、あれ。あ、これさっき言ったやつか。ね、やったやつですね。で、こっちの方に行って、ここになんか3つありますね、こちら。三つ取ったみたいです。あと、ここには一つあります。で、ここも一つありますけど、これね、なんか猫の服着て、猫ちゃんだったと思います。だから猫の服を入手した後に、ここにいる猫に話しかけて、ミニチャレンジをクリアしたら。で、これはね、下のところにあった記憶があるんですよね。
で、これが、あれ、メインクエストかな。で、ここにもなんか、3つ入手できるやつがあって、宝箱だったかな、ここは。ね。で、ここも2つ。あ、これは裂け目ですね、普通に。で、このあたりは、なんか、これ思い出しました。これもメインストーリーだ、多分。ここのやつ、クリアしたところですね。だからメインストーリーの場合もありますね。ちょっと記憶が曖昧だったのは、だいぶ前だったからですね。あと、ここも一つあって、あと、ここにも一つありましたね。これがメインストーリー5個っていうやつですね。で、ここ、なんか、横に蜘蛛の巣が貼ってありますね、ここ。だから、ちょっと壁際を見てみてください。ちょっと燃やしてから取るみたいな感じですね。であと、この辺とかも、なんか二つありますね。なんかミニチャレンジもあります。これミニチャレンジだったと思います。この下のところは。で、上、デックナッツのロイヤーの目の前のところに力のかけらがあるけど、この辺りでなんか今入手してるみたいですね。普通に落ちてたやつで、で、これハート池の無ですね。で、こっちもストーリーのやつでやってる。だから2個のやつはまあストーリーか、まあ、ミニチャレンジかとか、そういうのもありますけど。まあ全体見せたらまあこのような感じですね。ちょっとこれだったらちっちゃくてちょっと見づらいと思いますから、なんかまあ一個一個アップして見せた感じですけどね。まあだから私が最初から解説した通り、なんか順番に見ていくっていうのがいいと思いますよ。私と同じペースで、ちょっと紹介しているやつで。ここに表示がなかったらちょっとこっちの方に行ってみるとかですかね。まあちょっとゆっくりやってみますけどね。まあこれね、探すの大変かもしれない。結構数が150もあるんで、自分のやつとね、比べて、どこがないのか、あんまりアップにしすぎてたら、それはそれでちょっと見づらいかなと思って、ちょっとこのぐらいにして、ちょっと最後、ね、お見せしてるみたいな感じですけどね。あと、ここ、さっき説明した通りですね。ここにあるわけじゃないですよ。この二つに関しては。受注場所はこっちとかですかね。このような感じですね。上の方とかも。まあ、他の動画でも残りちょっと苦労したところは、入手した場所とかも載せてますけどね。感じで。まあ、力のね、ベルがあれば、まあ、なんとかなると思います。本当に。近くに行って。で、これ全部入手して、150個。ネタバレ注意です。こちらですね。もう私入手したんですけど、ちょっとこっちのルーベリの家に行きますね。すべて力のかけらを集めたらこっちを調べます。強化できるものはもうないようじゃな。なんか力のかけらが25個あれば面白いやつが作れそうじゃん。これネタバレが嫌な人はここでストップしてください。ネタバレ OK っていう人はちょっと見てください。ではちょっとネタバレいきます。お願いします。もう私は何ができるかも知ってます。これセーブデータロードして動画撮るためにやってるんで。さあ、そろそろ来ますよ。ふう、できたぞ。家の前に置いてあるから、後で見てみるといい。力のかけらのパワーが込められてる。これは、このような感じで、調べると、エネルが全回復します。すごいですよ。だから、もう自由に使うみたいな感じですね。爆弾も結構強いです。長押ししたら、これ爆弾ってこんな感じになるんですよ。弓矢も長押しした。これ全部強化したやつですね。で、剣とかも強化したら、こうやって、飛んだりとかもできますね。で、ここで回復調べたら、おお、いつでも回復できるようになってますね。